こんにちは、飯泉です。今日はコンデンサーの直流回路について見ていきたいと思います。以前ね、コンデンサーの単元はいくつかやったかと思うんですけども、えキルヒホフの法則を習ってからコンデンサーの問題というのは解いていないので、今回はそのうちのカト現象というのを詳しく見ていきたいと思います。まず、カト現象というのは文書にすると長いんですけども、このように、えー、書いてあります。 コンデンサーを含む回路では、回路を閉じてからコンデンサーに電荷が蓄えられるまでの時間が結構ね、まあ、かかります。で、その間回路に流れる電流が変化していくこと、これをカト現象というふうに呼んでいます。コンデンサーでは、まあ、電流の大きさがその時刻その時刻によってどんどん変わっていきます。 だけど、抵抗の場合は、これが一定になってしまうので、ちょっとコンデンサーと違うところですよね。なので、えー、充電について、まずは見ていきたいと思います。まるスイッチを閉じた直後、えー、何が起こっているかっていうのを、この回路を例に見ていきたいと思います。電池、スイッチ1。それから抵抗、そしてコンデンサー。でこれがスイッチ2になります。で えー、充電過程においてスイッチにはあまり関係がないので、左半分だけ見てもらえればいいかなと思います。で、はい、今スイッチを入れましたって言った時に、まだコンデンサーには電荷が蓄えられていないので、えー、ここにある9は、まだ溜まってないよっていうことで、0という風に書くことができます。なので、ここにも0が入りますね。9は0です。 で、えー、コンデンサーの基本式 Q イコール CV というのがあったので、この VC っていうのは、コンデンサーの両端の電位差という意味で VC というふうに書いています。これに関しては、えー、C 分の Q というふうに書くことができます。 で、上のところで Q が0だっていう話をしたので、結局のところ、コンデンサーの電位差は0ということになるわけですね。そうすると、左半分の回路における、キルヒホフの第二法則は何て書けるかっていうと、コンデンサーには電位差がないわけなので、起電力、これは電池、そして電圧交換これは抵抗、 に流れる電流を i という風に置いてあげれば書くことができます。なので、第二法則の式は e イコール ri っていう風になりますねえ。コンデンサーには電位差がないので、え結局のところを起電力、それから電圧効果、この2つの式で表すことができます。はい。で、えー、これを i イコール に直してあげると、R 分の E というふうに書くことができて、まあ、これが一番最初、スイッチを入れた直後に流れる電流っていうふうに言うことができます。じゃあ、その後どうなるかっていうのを見ていきましょう。今度はこっちに行きます。コンデンサーの電気量が9になった時、これは充電中、充電途中を考えます。えそうすると、 また同じようにして、コンデンサーに注目してあげると、蓄えられていた電気量が9なのであれば、電位差に関しては C 分の9で書くことができます。なので、ここに入るのも C 分の9というふうに書くことができますね。それから、流れる電流もこの向きに I というふうに置きましょう。 そうすると、スイッチを入れた直後に関しては、ここの電荷がゼロだったので、起電力と電圧効果が等しいっていうふうに書けたんですけど、今回はコンデンサーの電圧効果も式の中に入っていきます。ということで、キルヒホフの第二法則については、起電力 E イコール Ri プラス C 分の Q で表すことができます。 これを i イコールに直してあげると r 分の1そして e-c 分の9で書くことができますこれを見るとわかる通りどん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 時間が経てばコンデンサーには電荷が蓄えられていきますつまりこれが大きくなっていくわけですねそうするとここにマイナスがついていることを考えてあげれば あ、電流っていうのは時間が経てば経つほど小さくなっていくんだなっていうのがこの式でわかります。これを確認しておきましょうえ。そして最後、十分に時間が経過した時、これはもう充電完了。これ以上コンデンサーには電荷を蓄えることができませんっていうような状況を考えます。えそうすると、コンデンサーの両端の電位差、 さっきまでね、ここの電位差を VC っていうふうに呼んでいたわけだけども、これが電池の電位差と等しくなったとき、これは充電が完了したっていうふうに言えます。なので、両端の電位差がこの場合 E になるというふうに書けます。そうすると、ここに流れる電流をさっきまで I、 っていう風に置いていたわけだけども、この電位差とこの電位差が等しいのであれば、ここには電位差がないはずですよね。ということで、オームの法則から V イコール Ri の V が0だ。ってことであれば、まあ結果的に i も0だ。という風に書くことができます。なので、ここで抵抗の電位差が0になり、オームの法則から電流も0になるというのがわかります。 こんな風に、最初電流は R 分の E だったんだけども、それがこれに変わり、まあ、これに変わりというか、もともと Q が0だったからこれ抜いてあげれば、あの式になるわけですけども、このように書くことができて、でいずれ電流が0になるときが来るよと。このような流れになります。では、放電過程も見ていきましょう。 では、放電過程について見ていきたいと思います。今度は S1 を開いて S2 を閉じるっていう状況を考えていきますね。そうすると、流れる電流をさっきと同じようにこの向きに I で置きます。そうすると、この回路におけるキルヒホフの第二法則はどんな風に書けるか。 電池はないので、結局0イコールになります。で、電流に関しては、えー、RI、えー。そして、コンデンサーの電位差に関しては C 分の9 4で書くことができます。これがスイッチ S1 を開いて、筒を閉じた時のキルヒホフの第二法則になりますね。 で、これを i イコールに直してあげると、マイナス r 分の1かける c 分の9で書くことができます。ということで、これはまず、マイナスがついているということから、これ、流れる電流の向きが逆になります。 えつまり、このように下向きに電流を置いているんだけども、そうじゃなくて実際には上向きに流れていく。もうちょっと言うと、ぐるーっとこのように電流が流れるようになります。さらに大きさについて見ていくと、この Q というのが放電によってどん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 小さくなっていくので、 これによって電流も時間が経つとどんどん小さくなっていくというのがこの式でわかりますね。ということで今までの充電過程、それから放電過程の様子をグラフにしていきたいと思いますえ。まずは電気量のグラフ、それから電流のグラフ、この2つを見ていきたいと思います。 えそうすると、まずはスイッチ S1 を入れた時刻が最初の点線で表されていて、えそれまではまあ何も起こっていなかったはずなんでえ、こんな風に電荷も蓄えられてないし、こちらも電流が何も流れてないっていう状況からスタートします。で、はい、スイッチ S1 を入れましたっていうと充電が始まります。 で、この時の Q の様子としては、どうなるかっていうと、こんな感じですね。こういうグラフになります。で、ある程度十分時間が経過すると、まあ、もうちょっとね、うまくかければ、この、えー、線に近づいていくっていうのがわかりやすいんですけども、もうここら辺で、えー、充電完了と。 いう状態になります。なので、その時の電気量は CE で書くことができますね。はい。じゃあ、次、電流はどうなるかっていうと、スイッチを入れた直後に関しては、いきなりね、R 分の E になっていたはずなので、ここぐっと変わって、そこから、えー、その直後からもういきなり弱まるような感じですね。 もうちょっと。これが良くないですね。これをぐーっと。はい、こんな感じ。で、えこちらもぐーっとなって、もうゼロになっちゃうと。はい、このような様子になります。なんで、スイッチ入れた直後に関しては、これ、R 分の E で書くことができると。 で、充電完了してから、えー、スイッチ S1 を開いて S2 を入れたっていう時刻になったとすると、今度は放電が起きて、この後、こんな感じで放電が起こります。つまり Q がこんな形でね、えー、減っていくということです。で、こちらも、えー、電流が逆向きに流れるので、 えー、上向き、下向きってなってるんだけども、えー、値としてはマイナスになります。で、その後、こんな感じで、えー、電流の大きさとしては減っていくというようなグラフになります。まあ、グラフの形はね、えー、結構、えー、選択肢で選ばされたり、選ばしたりするので、えー、これは知っておいてください。 ということで今日はこれまでになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。